つい今柴田の話と関係があるんですけれども、一番大きく変わって何かっていうと、やっぱり楽観的になったことだと思います。もともとお気楽なタイプの人間だったのですが、先ほどもちょっと言ったように留学 NRC に入った時点で私は留学できると実は全く思っていなくって、留学っていうのは例えば帰国子女の方とかお金持ちの人とかそういう方が行くもので、私のような凡人にはとても無理って思っていたんですけれども、あえて挑戦していて、 NRC が終わって渡米の日、飛行機の中で日記を書いて、その1行目が本当に行くのか自分っていう言葉だったくらいですので、本当にできると思っていませんでした。でも今になって帰ってきてみれば、もう実はものすごく辛い経験ももちろんあったんですけれども、私は NRC の1年プラスあちら2年半で卒業して帰ってくることができました。これは親に実は2年半で帰ってくるからって言って納得させたところがあったので、宣言させた分無理だと思ってたんですけれどもできました。と成績の方も落とすことなく、GPA というグレードポイントアベレージというのがあるんですけれども 3.97 とかで、これ4段階ですからね。そうです、5段階で4段階ですね。ほぼ落とすことなく卒業してきて、帰ってきてみると別に自分はすごいことしたってあまり思わないんですね。こういう経験があって、でも実績はあって楽観的になった、どういうことかっていうと、多少の困難が来たとしても絶対に自分は大丈夫だっていう自信がついたっていうことです。根拠がない自信ではなく根拠に基づいた自信で、それはやっぱり留学の経験がないとなかっただろうなと思いますし、そういう楽観的になって何でも乗り換えられるっていうふうに思うようになったっていうのが大きな変化だったかなと思います。